どうも東京トニーです。今回は見るだけで理解が増す足の描き方講座基礎編をやっていきたいと思います。初中級者ってね、結構知識や経験のなさから敬遠しがちだと思うんだけど、実はねコツを知るだけで格段に描きやすくなります。まず本講座をやる前にちょっと軽くね一点透視法と二点透視法について説明したいと思います。ここで大事なのが、まあとりあえず知っておくっていうこと。この技法を使うこと使わないことっていうのは状況に応じて変えればいいし、まあ基本的な考えを知っておくだけで、まあ助けてくれるんだよね、その考え方が。まずは一点透視法。まずこうやってね最初に軽く線を引きます。まあこれがいわゆる目線の高さです。目線ね。でこっからこうあって目線の高さの部分にこうやってつながってくるよって、そんでその際にこことここを引いた時に立方体ができるよね。こうやってこうやって箱がありまして、でまあこれ一点透視なのでちょっと一点に集まっちゃうので申し訳ないんだけど、こうやって箱を描きますと、ここのねここの部分に集まってくるよ全部。で縦と横っていうのは全部まっすぐ一点透視なので、よいしょ、例えばはこうやってやってこうこうありますと、これ垂直ね、垂直絶対よいしょ、こんな感じよ、90度でなった時にこうやってこうやって、はい、これで立方体ができる。で例えばこの目線の高さが、まあこれが下だった場合ね、下だった場合も同じで、この場合っていうのは煽りになります。こんな感じでね。次に二点透視。二点透視っていうのはより立体的なものを描くときに使えるものであって、こうあって、まあこことここ目線の高さがこうあって、まあこれが消失点っていう、まあ世界の終わりを指さすんだけど、こうやってね、こうやって引いてきますと。その際に、まあこんな感じで立方体ができるよね。で、こっから外っていうのはもう存在しません。ここは。だから世界の終わりを。もうすべてが点でしょ。点になって消えちゃう部分。で、これが、例えばね、この目線の高さよりも上の方にあるっていうことは、まあさっきと一緒よ。こうあってと、でこうやってつなげていくと、こうやってね立方体ができるよね。で例えば仮にこれが目線上だった場合はこういう風になって、上も下も見えないよっていう感じになります。まあこれが二点透視の説明になりますと。で人間の足っていうのも、まあなんかね、なんかいろんな形があるんだけど、なんかこうみんながさよく思い描く足ってなんかこんな感じじゃん、こんな感じでこうあってこうあってこうあってみたいな、多分こんな感じだと思うのよ。でこの足っていうのはじゃあどういう形かっていうと、この部分っていうのはもう立方体なわけよ。だからね、いろんななんかこう初中級者ってなんか二次元的なものから、違う、三次元的なものから二次元的なものに移り変わるときにちょっと勘違いしちゃうんだけど、これっていうのはあくまで 3D なんだよね。だからそういうことを踏まえて考えてた場合、最初に立方体があります。立方体ね。でその立方体のところにこうやってついていると、なんかいろんな、なんかこういう難しいことはあるかもしれないんだけど、結局最初の基本的な形っていうのはこの形になるっていうのが、まあ足の基本的な考え方になります。今はこの角度についてだけ説明したんだけども、
例えばね、じゃあ最初に、まあ、立方体がこうありますと、これ後ろから見た構図で、これが足の部分で、これが足元の部分って言えばいいのかな。でそうなった時にここの部分っていうのがこっちの方に向かってって見えなくなるよって、まあこの部分はこうやってつながってるんだけどね、これだけで後ろから見た構図が完成します。そんでじゃあ横から見た時ってどうなってるのかっていうと、まあこうあってこうあって、でこの部分がこうあってこうあってと、まあたったこれだけのことなんだよね。透視法を使うと、この透視法っていうのはこっちの上の方にあるよって目線が、でこっちも上の方にあるよって、まあ足っていうのは基本的にまあ足よりも目線の低いやつなんていうのはいないので、まあ、逆向きになることっていうのはまあ大体ないんだけど、例えばさ、これが寝転がってる、寝転がってて足裏見えてますってなると、こうあってこうあって、まあ目線の高さとかにもよるんだけども、まあまた上の方で撮るよ、目線を撮った場合これ足裏ね、足裏でこうやって立方体がこうつながってきてこうなると、たったこれだけのことなんですよ。でここには足裏があるよね。で次はまあ足のね、じゃあちょっと発展した説明をしていきたいと思います。今説明したこいつらっていうのはもう完全な箱型じゃん、こいつら、こいつとかも。で例えばさ、こういうなんかこう立方体があった時に、じゃあ全面的に丸くなりますってなった時に、この中の部分の線っていうのが消失していくんだよね。でなった時にこいつらも線が消失していきます。まあ具体的に消失していくのは中の線だけね、中の線だけだと考えた時に、ここ中の線だよね、ここ。ここも中の線だよね。こうやって。でもこの部分だけっていうのはちょっと残るんだよ。こうやってね。まあここはもう丸いので、こうやって。これだけでなんか人間のなんか丸みをちょっとだけ帯びて足になったよね。まあ形は違うんだけども、こっちとかでもそう、丸みを帯びるとまず中の線消えていくよっつって、でここのラインっていうのはまあ一応ねちょっとだけあるんだけども、でここの部分も消えていくよって、でもこの部分丸いよ丸いよって、でなった時にこっちも丸みを帯びた足になるよね。こうやってね、丸みを帯びるとね、中の線が消えるっていうことも覚えておくと、結構人の形、まあ人体を描いたりだとか、腕なんかとかにも使える理屈なので、まあこういうのはね、覚えといて損はないことなので、まあ覚えといてください。で今の考え方をさらに発展してて、足を完成させていきたいと思います。まずね、まあ足っていうのは当然指の部分があるじゃん、こうやって、これ指の部分だと思ってね。でまあ指の部分からこんな感じで1枚の板が出てると、こんな感じで出てますと。でここ指ね、これが、これが指になります。でこっからまあ、大体こんな感じでなんかこうあるわ。でこっからこう、こうわかるかな、この、この感じ。この部分がちょうどさっき言ってた立方体ね、立方体となってこうなって、ここっていうのは斜めなのでちょっとこうやって傾いとるよってなった時に、こうやって足がついてるとね、こうやって。で中の部分っていうのは線が消えるって今説明したよね。中の部分の線が消えると、ここも消えちゃうよ、ここも消えちゃうよってなった時に、こうやって全部全部消えちゃう、中の線消えちゃう消えちゃうってなったら、
こことかも切れるよ、ここ。あれ足じゃんっつって足が完成するわけよ。でこの指の部分のちょっと補足をしたいんだけど、この部分っていうのはこの小指の部分、まあここ小指に仮定するんだけど、小指の部分だけはちょっと違って、この部分だけは両面とも見えるんだよ、こうやってね、こうやってなんか小指っぽくないけど、でこうやって書いてあげると側面も見えてて正面も見えててみたいな、上の方も見えててという構図になるわけで、ここをこうやって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 、で親指ありますとね、たったこれだけのことで、人間の足っていうのはなんかよくさ足裏書くやつとかで、なんかこうあってさ、なんかこんな感じのやつあるじゃん、こうやって踏んだ時のなんかマークみたいな、でこうやってなんか指があるわ、こんな感じで、これなんかみんな見たことあると思うんだよ、こんな感じの足裏を。で考えていった場合、ここの部分っていうのはキュッて狭まっとるわけよ、キュッてね。で狭まっとるっていうのは、ここで途中でこのくぼみを作ってあげるか、くぼみをこうやってね、こうやってくぼみを作ってこうやって表現してあげると足が完成するというわけですよ。まあ、今の説明するとちゃんとこうやって1枚板を用意してあげまして、1枚板を用意してこれ指の部分を作図してあげまして、こっからこうこう取ってあげて、これ足の部分ね、でこうやって取って中の部分を取ってあげたら、もうそれだけで完成すると。でこの部分は今足だけだったんだけど、例えばここにね、さらに板をこうやって書いてあげるとするじゃん、こうやってこうやってね、こうやって板書いてあげます。で板の上に板をこうやって、で今の作図方法でこうやって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 あげたら、でなんかこの辺ぐらいにさ、なんかこんな感じよ、こんな感じで書いてあげたらば、下駄じゃんつって。うん。だからね、この作図方法を使えば、靴なんかも簡単に書けるようになるわけ。だから足の形っていうのは、結構ね、こうやって消失点とかを使うと分かりやすかったりします。で、その際に、ちょっとチャプター分けるか。はい、もう一回ね、おさらいしながら書いていきます。まあ、まずこうやって、指の部分がありまして、板を伸ばしてあげまして、ね。で、これ指ね、指。指の部分を作図してあげまして、こうやって盛り上がってると。こうやって盛り上がってるよって。この際に、まあ例えばこういう感じで入ってくるわけよ、なんやかんや線が。でここで折り曲がるわけ、ここで。ってあげると、もうそれだけで靴が完成してくるよね。でこの部分を例えばこうやって膨らみを持たせてあげて、こうやって膨らみを持たせてあげます。でこのラインに沿ってね、こんな感じでなんか入ってくるわ、こういう感じで。ちょっと線をきれいにするよ。で邪魔な線は中の線なので、こうやって消し消し消しと。でこの辺っていうのは曲面なので、まあこういう線をね、できるだけなだらかにしてあげる。こうやってなだらかに書いてあげるよって。でこの部分っていうのは、なんかこう靴とかだと
なんか厚底みたいな、あれなんていうのかよく分かってないんだけど、こういう風に上からだからちょっとだけこの部分が見えるわけよ。こうやってちょっとだけ見えてるよって、で後ろの方に繋がってるって、でこの先っちょの方をこんな感じで書いてあげるとね、これだけでもう上履きが完成しちゃう。この部分の色を変えて、こうやって一つの形をいろいろ発展させていくと、まあ足とかも簡単に描けるようになるので、まあね、こんな感じで描いていけば多分描けると思うんだけど、まあもしなんか質問があるのであれば、また別途してもらえたらなと思いつつ、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。じゃあね、今回の動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。